シャープ堺工場シャープ堺工場は大阪府堺市堺区にあるシャープの工場2009年にシャープによって設立された液晶工場と太陽電池工場があったが2009年に液晶工場がシャープディスプレイプロダクト堺工場として別会社に分離されたそのため本来はシャープ堺工場とはシャープの太陽電池工場のみを指す 工場の敷地全体を言うときは、正式には、グリーンフロント堺と称する。世界最先端の環境先進ファクトリーとしての取り組みが評価されて、2010年には、大阪サステナブル建築賞大阪府知事賞を受賞した。液晶工場と太陽電池工場の他に、堺ディスプレイプロダクト本社とシャープ本社、その他の関連会社などがある。2012年より、 敷地内の液晶工場にシャープと大鳥会グループが共同出資していたため、シャープと大鳥会の提携の象徴とされる。2016年以降は、太陽電池工場とシャープ本社も大鳥会グループの参加となっている。液晶パネルを呼び、太陽電池の生産を主力とするが、2018年には、日本初となる有機エルパネルの量産が本工場で開始された。 旧新日本製鉄堺製鉄所の有給地を利用し、世界最大規模の液晶パネル及び太陽電池の工場として2009年に稼働した。堺工場ができるまでは、亀山工場がシャープの液晶の主力工場であり、桂木の工場が太陽電池の主力工場であった。稼働開始時に、東工場所在地の町名は、新日鉄の前身の一つ、 ヤワタ製鉄にちなんだ、蓄光八幡町から、匠町と改められた。液晶ディスプレイパネル工場については、ソニーとの合弁を見越して、シャープディスプレイプロダクトとして分社化、また、ガラス基板供給のためにコーニング、カラーフィルター供給のために大日本印刷と、突破印刷が、校内に事業所を構えた。 設立以来巨額の赤字を垂れ流し、稼働率が低下した亀山工場とともに、シャープの経営危機器を招いたため、シャープは大鳥会グループとの資本提携によって乗り切る策に出る。大鳥会が亀山工場と堺工場を引き取るなどの話が出たが、交渉がまとまらず、資本提携の話も物別れに終わり、大鳥会の拡大名当事長が個人で、 堺工場のみを引き取ることになった。この経緯に関して、拡大名当事長が2014年に語ったところによると、当時大鳥会は、シャープ本体への出資を前提として、堺工場に出資したが、堺工場への出資後に、シャープ本体に隠された巨額の負債が明らかとなり、大鳥会は、シャープ本体への出資を取りやめざるを得なくなった。 結果的にシャープに騙されて、シャープディスプレイプロダクト、堺工場のみを引き取らされた、としている。2012年にシャープが、シャープディスプレイプロダクトへの出資比率を下げたことにより、シャープディスプレイプロダクトは、堺ディスプレイプロダクトと名を変え、拡大名の投資会社である仕様、インターナショナルホールディングズ・リミテッドが、筆頭株主となった。 シャープと大取り会グループの共同出資という形だが、実質的には大取り会グループの参加となった。堺ディスプレイプロダクト、堺工場は大取り会参加となった2013年には、稼働率85%、151億円の営業利益を計上し、黒字化。経営が改善した理由として、拡大名当事長は、 従業員が努力すれば報われると信じてくれたことを挙げた。2016年にシャープ本体を大取り会が買収。敷地全体が大取り会参加となった。シャープは2016年に安倍の区にあった旧シャープ本社を売却し、シャープの本社機能を堺工場内に移転させた。堺工場では亀山工場の特徴であった。 敷地内の屋上や壁面への太陽電池パネルの設置や製造過程で生じた排水の100%の再利用、雨水の空調への利用などといった環境への配慮に加え、さらにそれを徹底させるためグリーンフロント堺として次のことを導入した。大鳥海トップ撃破シャープに騙された週刊東洋経済急シャープ堺工場が 大幅利益、拡大名刺が開示ディスプレイ、日経テクノロジーオンライン。ありがとうございます。